マクラーレン・メルセデスの F1 マシンのブレーキ開け棒のブレーキ工業株式会社は日本の自動車部品メーカーである。1929年創業。主に自動車用ブレーキを中心に生産し、トヨタ、日産やベジエ m を中心に各完成車メーカーへの供給を行っている。ブレーキパッドの日本と米国市場のシェアは4割に達する。2005年に筆頭株主であった。 米国の自動車部品メーカーデルファイが供給先の GM の経営不振などの煽りを受けて保有株をすべてトヨタ自動車に売却し、現在はトヨタが筆頭株主となっている。また、ドイツの同業大手のロバート・ボッシュとも提携している。自動車用のみならず、新幹線のブレーキライニング及びキャリパーなど、鉄道車両向けのブレーキも生産している。 新幹線の非常用ブレーキは1964年開業以来提供し続けており非常に高いシェアを持つ。アケボのブランドでモータースポーツへの部品供給も行っており、ホンダが製造するダウンヒル用マウンテンバイク RN01 にも同社製の専用ディスクブレーキが搭載されていた。また2006年の日本 GP から 会一のマクラーレンへもブレーキシステムを供給している。かつては TBK の新車情報、新車ファイル車の壺のスポンサーを長年務めていたが、現在は撤退している。元横綱、明け物の取り組みに限って大相撲の検証金を設定していた。北米事業の不振などから資金繰りが悪化したため、2019年1月29日に、 事業再生実務課協会に対して事業再生 ADR を申請。同年7月18日にジャパンインダストリアルソリューションズ第2号投資事業有限責任組合を割り当て先とする第三者割り当て増資を行うことを発表。2019年9月18日に事業再生 ADR が成立。再生計画では560億円の再建放棄を実施する。 子会社であるアケボノブレーキ、産業製造を閉鎖する、同じく子会社であるアケボノブレーキ、福島製造の規模を縮小するなどの再生計画が盛り込まれた。同時に、アケボノブレーキ工業は、東京証券取引所に対して、事業再生計画を提出。東京証券取引所は、2019年9月19日から10月18日まで、時価総額の審査を行い、 10月18日に審査の結果が発表され、1ヶ月間の時価総額と10月18日の時価総額両方が10億円以上となったため、明けぼのブレーキ工業株式は上場が維持されることになった。同年9月30日に第三者割当増支払い込みが実行され、同時に社長の信本久高、副社長の小木野義正と松本和夫が退任。 公認の代表取締役社長には、ボッシュ株式会社専務執行役員や日本、電産株式会社上務執行役員を歴任してきた宮地康博が、公認の副社長には、トヨタ自動車出身の栗並隆さんがそれぞれ就任した。これにより、1964年から続いてきた、信元親子による経営に終止符が打たれることになった。 創業者の納め三次は1873年に、岡山県もがかり村で生まれ、同志社大学卒業後、米国のコーネル大学に学び、帰国後、英国保険組合、ロイズの代理店業や横浜のサミュエル紹介で、宝石機のセールスエンジニアとして働いた。1917年より、高田町蔵市ヶ谷で、毛布や帽子用のケ糸製造工場、あけぼの工場を経営。 明けぼのは、京里の港から、対岸の小戸島を望む、夜明けの美しさから取ったという、自動車の国内普及につれ補修品用部品の需要が、高まりつつあったことから、1929年、東京吹田豊島郡高田南町に、個人営業の明けぼの石渡工業所を創業し、耐熱繊維などを、多重折りしたブレーキ摩擦材の生産を始めた。 満州事変以降軍用の需要が増え、1936年に株式会社に改装。社長には事業に対する信念、天の時、地の利、人の和による発展を願い、母校同志社大の交渉、産業と同じものを許可を得て採用した。戦時体制下軍需要ブレーキの製造が激増したため、大規模工場を建設するなど、 事業拡大したが、1941年に、東西外ルートからの落面などの購入が、国家総動員法違反に該当するとして逮捕され、執行猶予付きの有罪判決を受け、1942年に、また吉川に、社長の座を譲った。1924年に、下おじあに建てた邸宅は巨大な西洋館で、隣人に、佐伯木雄造、吉田博志らがいた。 ありがとうございます。